東京ドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズもいよいよ大詰めです。読売ジャイアンツ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、今日勝ってぜひ決めたい、当然思っていると思います。いかがですか？まあもちろんそうですよね。大事なゲームになりますし、今日決めるつもりでやってもらいたいですよね。そうですね、ファンも大きな期待をかけています。まずはジャイアンツの先発大野が東京ドームのマウンドに上がります。さあ、イーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあ、ゲームが始まろうとしています。アウトコース、ボール、打ちました。藤田、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている山田。まずはワンアウトを取っています。マウンド上大野、そしてキャッチャーは炭谷。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。インコースへの変化球、ストライクです。あっという間に2ストライクです。この球は落としましたが決まりません。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。バッターボックス吉田、2アウトになっています。インコース空振り、インコースに持っていきました。ノーボール2ストライクです。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。梶谷が掴んで3アウトです。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。さあ、赤星さん、いよいよ最終決戦となりましたね。そうですね、今日は本当に総力戦になると思うんですけれど、ピンチやチャンスの場面でどんな作戦を使ってくるのかも注目したいですね。はい、そのあたり監督采配も見どころです。イーグルスマウンドに上がるのは先発の菅野。さあ、ジャイアンツ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは青木。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。山川、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ストライク、はい、変化球わずかに外れてボール。インコース決めました。追い込んでいます。変化球空振り、2アウトになっています。バッターは3番柳田。2アウトランナーありません。初球見送っています。インサイド、弾き返した打球はライトへ。ここはフライになっています。吉田が抑えて3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。2回になります。イーグルスの攻撃、バッターボックスは4番中田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ、里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね。インサイド落ちました。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、わずかに左に切れました。ファールボール。打った、大きな打球になった。レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあ、ジャイアンツ先制のピンチです。まあ先制はされたくないですからね、ここは目をつんでおきたいところですよね。なるほど、そうですね。
まあバッターは典型的なポルヒッターですから、そこを逆手に取ったリードが有効でしょうね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。低め打った、ショートの右、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。ランナー進めてきましたね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。その警戒すべき浅村が打席に入っています。徹底した低めですね。このピンチ見逃して三振を奪いました。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振で2アウトとなっています。ランナー三塁は変わりません。ファウルボールです。レフトに持っていった、大きな打球だ、入った、ホームラン、岡本先制ツーランホームラン。ジャイアンツ痛い一発を浴びています。高めに浮いてしまった変化球、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。まあこれは慎重になりすぎましたかね。ホームランが飛び出して先制点を奪われています。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている甲斐。ジャイアンツ先制点を許す形となっています。これが1球目、初球はボールになりました。打ちました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回2回裏に入ります。さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。中村が打席に入ります。ジャイアンツビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。インサイド変化球決まっています。ボールになります。スライダーが決まります。ワンボールツーストライクです。ボールになります。打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー二塁です。さあジャイアンツ得点圏にランナーを置いています。まあ早いうちに追いつくためにもここで点を欲しいところですよね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには松田が入っています。インサイド打った、セカンドの右、取った、一塁へ、一塁アウト、しかしこれは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには梶谷が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。このチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。まだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですね。これはタイミング合いません。里崎さん、犠牲フライを防ぐようなリードというのはあるんでしょうか。まあとにかく低め徹底で投げてフライを打たせないような配球をするでしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。一二塁間、バット一塁へ、一塁アウト、その間にサードランナーホームイン、ジャイアンツ1点返しました。2対1になりました。その差を1点としました。バッターボックスには指名打者の T 岡田。ジャイアンツ点差を縮めてきました。赤星さん、ここは追い上げたいですね。そうですね、ここはとにかくつなぐ意識を持って打席に入ってほしいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。初球コーナーをついてきました。よく見ましたね。外への変化球外れました。
ちました。今宮、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていき、里崎さん、リードを許している展開なんですが、この後のピッチング何が必要でしょうか。まあ今日の感じだと生命線はストレートだと思いますね。勝負どころであまり変化球に頼りすぎない方がいいと思いますね。はい、そのあたりのリードにも注目が集まりそうです。これが2球目、ここは落としてきました。インサイド落ちました。センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります。バッター鈴木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。なるほど。さあどう来るか。次が4球目、アウトロー外れます。見逃して三振になります。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、そうですか。低めの球手を出しました。146キロ。危ないボールでしたね。見送ってくれて助かりましたね。そうですね。変化球空振り。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。アウトコースストレートが決まっています。膝元、変化球がわずかに外れています。内への変化球は決まりません。インサイド落ちました。これはどうだ。破りました。センター前、ジャイアンツピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえこれ以上失点しないように進めていきたいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の大野、どういったピッチングを見せるのか。外、ストライクを取ってこれで追い込んだ。打ちました。
伸びていく、どうだ、入れば、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。ジャイアンツその差を4点に広げられる重い一発となりました。追い込んでからのストレートでしたが、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。相手主砲の一振りでした。その差4点、大きくリードされました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打席には5番バッター山川。里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からは程遠い出来だと思いますね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。打ちました、これはどうか、センターに抜けました。ツーアウトランナー一塁、バッターは今日 DH に入っている浅村。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。イーグルスこの回7人目のバッターになります。一塁牽制セーフ。このクロスファイヤーは効果的ですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボールツーストライク。ここは決められると思うボール、変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。しかしこの回イーグルススリーランホームランで追加点を挙げています。5対1、楽天イーグルスのリード広がっています。赤星さん、相手に行ってしまった流れを取り戻すために何が必要ですか？まあこういう時ほど攻める気持ちを出してもらいたいですよね。はい、その闘争心というのがキーになってきそうです。初球狙って空振りです。ナイスボール。アウトコースのストレート、力があります。あっという間にツーストライクです。ファウルになります。インサイド変化球外れます。さあ勝負してくるのか。落ちる球、アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っている藤田。まずはワンアウトを取っています。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。さあ2球目は何か。変化球が決まりました。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。
ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。際どいですね。よく選びましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。さあ仕留められるか。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って青木。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。少し変化しました。ストライクです。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。が出ました。デッドボール。バッターボックスは2番坂本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。デッドボールのランナーが出ています。インサイド落ちました。センターへ抜ける。ジャイアンツチャンスになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には柳田が入ります。さあ追い上げのチャンスを迎えています。なんとか得点まで行きたいですよね。そうすれば流れも変わってきますよね。なるほど、そうですよね。牽制、二塁タッチもセーフ。次が2球目。バッター有利なカウントになりました。大きいのを狙うにはもってこいのボールでしたけどね。はい、バッター何を狙っているんでしょうか。打ちました、流しました。高く上がった。レフトバックする、バックする。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。1点返しました。ジャイアンツフェンス直撃のタイムリーヒット。5対2になりました。ジャイアンツなおも三塁二塁のチャンスです。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。ここで得点が入りました。バッターボックスは4番中村。ジャイアンツこの回1点を返しています。さあ3点を追いかけ、なおも点差を縮めていこうかというところ。いい流れになってますから勢いに乗ってどんどん行きたいですよね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。内への変化球は空振り。すぐに追い込みました。反撃はここまで。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていきます。3回終了5対2、ジャイアンツが追い上げを見せています。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。岡本7番サード岡本。手が滑ったでしょうか。
2球目は何で来るか。ボールになります。ボール先行です。ここはバッターがフルスイングしてくるカウントですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウトからランナーを出してしまいました。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えてバントしました。大野一塁へ、アウト、ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには今宮が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、アウトコース打ちました。ショート取った。一塁送球、アウト、ツーアウト。さあそして打席には鈴木が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですよね。引っ張った、取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。5対2、楽天イーグルスがリードしています。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。打順は5番松田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツビハインドで迎える4回の攻撃です。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト。打順は6番梶谷。先ほどの打席で打点を挙げています。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。これはどうか。山田、ランナー一塁となりました。バッターは今日 DH に入っている T 岡田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここは盗塁するならキャッチャーの加藤。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには住谷が入っています。さあ得点圏にランナーを置いています。まだ中盤ですから1点ずつでも返していけばまだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですね。これが初球、変化球振っていきます。これが2球目、打ちました。取った。二塁を送ります。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。併殺は避けなくてはいけなかったですよね。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。4回終わって5対2、楽天イーグルスがリードしています。5回の表、里崎さん、ここはもうしっかりとしたピッチングをしないといけませんね。そうですね、まあとにかく打線の援護を待つためにもここはしっかり打ちました。坂本、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは3番吉田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。高めのボール、センターへ打球伸びる、センターが取りました。ツーアウトです。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。打ちました。取りました。一塁送球します。
一塁アウト、スリーアウトです。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。5対2、楽天イーグルスがリードしています。赤星さん、なんとかこの辺りで得点が欲しいですよね。まあそうですね、若干離されてますから、その分つけ入る隙も出てくると思うんですよ。チャンスは取りこぼさないようしっかり集中してほしいですね。はい、そのチャンスをまずは作りたいところ。釣り玉には引っかからなかったですね。はい、高めストレート外れてボール。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました。これはどうだ。セカンド取る。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター青木。先ほどの打席はデッドボールでした。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。低めは外れました。3球目は何で来るか。これは内へ外れます。4球目は何で来るか。変化球、タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。平行カウント、低めの変化球は決まりません。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。見逃して三振になります。2アウトになりました。バッターボックス坂本、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトランナーありません。センター下がっていく、下がっていく、センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー二塁。さあ初球は何か。まず最初のボールを決めていきました。これは外れた。これが3球目。引っ張った。これはどうか。ファーストの左、抜けました。バックホームする。セカンドランナーホームイン。1点返しました。ジャイアンツライト前のタイムリーヒット。5対3、ジャイアンツ2点差に詰め寄っています。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。ここで得点が入りました。バッターボックス中村、
ジャイアンツ点差を縮めてきました。初球は何で来るか。打ちました、痛烈、ショートの横抜けた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスには5番松田。ジャイアンツこの回1点を返しています。さあ2点を追いかけ、なおも同点のチャンスを迎えています。いやー見事な集中打ですね。どんどん続いてほしいですよね。はい、さらに続けていきたいところ。セカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ジャイアンツ同点、5対5。試合は振り出しに戻りました。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。3点あったリードはこの回なくなりました。バッターボックスには6番梶谷。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ジャイアンツこの回同点に成功、攻撃は続いています。さあ2球目は何か、入れてきました。打ちました、セカンド取った、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。5回終わって5対5、ジャイアンツ同点に追いつきました。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の攻撃、ツーアウトで三塁にランナーを置いて7番バッター岡本、2球目しっかりと捉えました。ジャイアンツこの一発で先手を取られます。3回の表、ツーアウト1、2塁のピンチ、迎えるは4番中田。追い込まれてからの一発、ジャイアンツ3点を追加されます。しかしジャイアンツすぐさま反撃、ツーアウト1塁2塁で3番柳田、レフトへ弾き返すタイムリー。ジャイアンツ1点を返します。チャンスの場面、しかし内野フライ、詰め寄ることができません。4回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかしダブルプレー、点差を縮めることができません。5回の裏、ツーアウト2塁の場面、3番バッター柳田、ライトへのタイムリーヒット、ジャイアンツ1点を返します。続く攻撃、一打同点という場面、5番バッター松田、ランナー2人を返すタイムリー。ジャイアンツここで追いつきました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。落とすボールで空振りを取りました。ワンボールツーストライクです。
アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。バッターボックスには指名打者の浅村。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリード。まずはワンアウトを取っています。ナイスボール。このクロスファイアがいいですよね。はい、ストレートが決まっています。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。これが4球目。痛烈な打球、高く上がったライト、突き刺さった。勝ち越しのホームランです。楽天イーグルス。ジャイアンツこの一発でリードを奪われました。追い込んでからのストレートでしたが、コースに逆らわず弾き返されるとスタンドへと消えていきました。ここで一発を浴びてしまいました。この回1点ビハインドに変わります。右バッターだったんですが、ライトスタンドまで持っていかれました。完璧に捉えてましたからね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。7番バッター岡本、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ジャイアンツこの回勝ち越しを許しています。引っ張った、サード取った、一塁へ。ツーアウトになりました。バッターボックスは8番甲斐。ツーアウトランナーありません。空振りです。次が2球目。インコース変化球決まりません。さあ3球目は何か。インコース落としました。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファウルボールです。次が5球目。インサイド落ちました。これもファウル。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど。さあどう来るか。またファウル。痛烈、これは三遊間抜ける。ツーアウトランナー一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。バッターボックスには9番今宮。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。イーグルス同点とされた直後のイニングでしたが、この回勝ち越しています。空振りになります。ノーボールツーストライク。ファウルになります。惜しいボールでしたね。はい、低め打ちました。ヒットになった。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウト。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんから。バッストレート打った、掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回イーグルス貴重な得点が入ります。6回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃。 T 岡田がバッターボックスに入ります。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。ええ、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ジャイアンツ打ちました。難しいバウンド。山田アウト、ワンアウトです。バッターボックスには代打の亀井。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。打ちました。
山田、アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打の後藤。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、そうですよね。まず何を投げてくるか。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。低め外れました。おっつけて打ちました。見事起用に応えました。ツーアウトランナー一塁。ここは綺麗に流していきました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。打順はトップに帰って青木。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。ヒットでランナーを置いて、ここもファールです。さあ4球目は何か。痛烈、切れました。ファールボール。今の球は仕留めたかったですよね。高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点はありません。これから7回イーグルスの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。里崎さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回もう1点もやれない状況ですよね。そうですね。もうここからは1点が大きく勝敗に関わってきますからね。初球打ち、この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の松坂。バッターボックス吉田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうです。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。痛いですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージ。フォアボール。ここは勝負を避けた形でしょうか。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは斉藤。ここは取られたくないですね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、甘いコースは特に禁物ですね。そうですね。さあ気をつけていきたい中田がバッターボックスです。ここはゴロを出したいですよね。なるほど。そういった攻め方をしていけるかどうか。右に切れてファウル。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょう。逃げ持っていった。切れるか。入った。ホームラン。中田スリーランホームラン。ジャイアンツその差を4点に広げられる重い一発となりました。ジャイアンツ追加点を許します。9対5。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。その差4点、大きくリードされました。ご覧いただきましょう。この場面でホームランを打たれ点差を広げられます。これは厳しいですね。まあ完全に流れが傾いてますよね。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点になるかもしれません。アウトコース決まってストライク。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。打ちました。ショートが取る。一塁送球。アウト、ワンアウト。バッターは DH 浅村。先ほどの打席では勝ち越しとなるソロホームランを放っています。痛い一発でしたよね。はい。ワンアウトランナーありません。
よく見ています。ボール先行です。ストレートを持ってきました。引っ張った。これは松田、一塁送球アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。バッターボックスは7番岡本、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。初球はボールになりました。低めは外れました。ボール先行です。速いボール、膝元決まってストライク。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間確信、入った。ソロホームランが出ました。ジャイアンツその差が5点に広がる重い一発を浴びました。ジャイアンツ追加点を許します。10対5。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。8番バッター甲斐、先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。イーグルス、この回7人目のバッターになります。アウトロー見送ってボール、インコース見送ります。ワンボールツーストライクです。バットは動きません。よく見ています。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。今宮、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ストライクになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。さあこれで決まるのか。インサイド落ちました。これはどうか、取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回イーグルス2本のホームランで追加点を挙げています。赤星さん、残りの回を考えるとそろそろ打線には奮起してもらいたいですよね。そうですね、あとまだ3回ありますんで1点でも多く返しておきたいところですよね。そうですね、まずは目の前の1点取っておきたいところです。打ちました。ボテボテ、ショート前に来る、前に来る、アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは3番柳田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。いい当たり、これはどうだ、ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。初球は何から入ってくるか。目は何で来るか。いいまっすぐですよね。はい、ストレートが決まっています。インサイド打ち上げました。高い打球センターへ、ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ5番バッター松田、先ほどの打席で一時同点となるタイムリーを放っています。ツーアウトになっています。ファウルになります。これもファウル。次が4球目、高め打ちました。センターに抜ける、ホームに送球する、セカンドランナーホームイン、1点返しました。ジャイアンツセンター前へのタイムリーヒット、10対6になりました。ジャイアンツ4点差になりました。6番バッター梶谷、インサイド変化球決まっています。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。高めのボール、
打球はセンターへ。ここはフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回ジャイアンツ、これから8回イーグルスの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。沢村が5番手としてコールされています。バッターは鈴木、今日はまだ当たりがありません。ジャイアンツビハインドで迎える8回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり打ちました。ピッチャーゴロです。ボールを拾ってアウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打順は2番山田、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナーなし、初球ボール、これが2球目。インコース打ちました、いい当たり、ショートの左抜けました。ワンアウトランナー一塁です。打順は3番吉田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。低めのボール入りました、ノーボールツーストライク。このピッチャーはクイックが得意なんで要注意ですよね。そうですね。落ちる球できました、アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。掴んでツーアウトです。さあこの終盤一塁には追加点のランナーを許しています。バッターは中田、そして塁上には山田。足のあるランナーなので警戒しておきたいですよね。高めのボール打ちました、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。柳田が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。10対6、8回の裏に入りました。7番から始まるジャイアンツの攻撃、 T 岡田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツビハインド、初球打ち、ここはフライになっています。今宮が抑えています。ワンアウト。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました、ファウルになります。またファウル、引っ張った、高いバウンド取りました。ツーアウトになりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが早くもツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、打ちました、ショート取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています。里崎さん、ここまで大きく失点しましたが最終回こそピシャッと抑えたいところですよね。こういう展開になると外の球打った、サードの左掴んだ、一塁へ、一塁アウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。見送っています、ボール。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど、そうですか。スライダー外れます。ここはゾーン内で変化するボールという手もありますね。はい、打ち上げた、ワンバウンドヒットになりました。センター前ヒット、ワンアウトランナー一塁。バッターボックス岡本、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。落ちる球を持ってきました、変化球打った、ショートの右、ボールを拾って一塁送球、一塁アウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には甲斐が入ります。さあツーアウトながらランナーを得点圏に背負っています。これ以上点はやれませんから、なんとか踏ん張ってしのい、ストレート打った、セカンドが抑えた、一塁アウト、これで3アウト。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。10対6、楽天イーグルスがリードしています。さあジャイアンツ
最後の攻撃です。日本シリーズこの回で優勝が決まってしまうのか。打ち上げました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。左中間へのヒット。先頭バッターが出塁します。バッターボックスには2番坂本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。なかなかタイミング合いません。あっという間に2ストライクです。変化球空振り。落ちるボールに手が出ました。いやー難しいボールを振っちゃいましたね。はい、長打の期待もありましたがあえなく。打席には3番バッター柳田。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。ワンアウトランナー一塁です。さあ外してくるのか。空振り三振。バットには当たりませんでした。ランナー一塁は変わりません。このまま日本シリーズ優勝を相手チームにさらわれてしまうんでしょうか。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の千賀。今日は守備で交代してそのまま出場している相澤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。さあまず1球目インサイド見送っています。スピードボールを持っています。ナイスボール。はい、ストレート空振りでストライク。147キロ。変化球打った。高いバウンド。サードが抑えた。一塁へ。一塁アウト。これでスリーアウト。試合楽天イーグルス日本一達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手。抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。日本シリーズを制したのは楽天イーグルスです。万歳三唱が始まっています。さあそして監督の胴上げ。敵地での優勝となりましたがスタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって全選手が今まずはスタンドの楽天ファンの元に向かいます。そして日本一になった報告をファンの元に届けていきます。ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルスが見事日本シリーズを制しました。おめでとう。